Rampage ガチ TV。 ガチ TV アワード2020。さあということでですね、今回はガチ TV アワード2020と題しまして、今年一番ガチ TV を盛り上げたシーンを取り上げて、その人物を表彰する企画となっておりますということですけれども、今年1年間どうでしたか、高井出さん。そうですね。なんか悪いですね。なんかちょっとね、目に入っちゃったから。今日なんかドレスアップしたかった。そうですね。まあでも CL ですごいなんか自分たちのやりたい企画とか、こうなんか楽しい企画をすごいやらせていただいてたんで、なんかすごいこう CL ではすごい本当に楽しい思い出ばっかりあるなという感想ですかね。はい。ここで、あるクイズを皆さんに行っていただきたいなと思います。この1年間、行ってきた企画の中で、あの時誰々は何と言った、どういう行動を取ったかをクイズに、まとめてきましたので、クイズ1問につきお一人メンバーを指名して一人答えていただきたいと思います。皆さんね、各番組の回をチェックしていれば当たり前に答えられる、ここ1年の話なんでね、まあ、まあ当たり前に答えられる問題ばかりだと思うので、皆さん必ず正解していただきたいと思います。さあということで、ガチ TV をどれだけ愛しているか、ここで分かると思います。 VTR 振りを翔平さんお願いします。 VTR カモノハシペリーおもろかったおもろかった。表彰の前にメンバーがどれだけガチ TV を見ているかチェックさせてもらいます。それでは行きましょう。悪いな。悪いよ。編集の悪いか。まずは今年1月に配信された慰安旅行第4弾大運動会から出題。まずはルート A の出場者のお二人どうぞ。若いなみんな。なんかバドミントン対決、選手入場の際。リクにフォームがテニスっぽいと言われたリキヤは何と返したでしょう。北斗お答えください。なんだっけ、見たけど覚えてない。あんなしかも素早い返し。叩きのめします。正解はフォームがテニスっぽいですね。正解はハンでした。やばい、めっちゃ怖い。瞬発力すごかったね。続いての問題も大運動会から出題。吹き出せピンポン玉対決後、盛り上がり出ていなかったメンバーも試しでやってみることに。めっちゃおもろかった、こっからの映画。洗濯機みたいな。そう、途中で回す方に。翔平はジンに対し何と言ったでしょう。誠お答えください。なんだろう、ジンさん気持ち悪いですよ。おいそれあんたの気持ちやろそれ。正解はいけるいける、ジンさん鼻息強いな。あ、言ったわ言ったわ。正解は鼻息強いなでした。なんで鼻息やねん。あのなんか覚えてる。うわ結構難しいね。むずいな。でも印象には残った当時は。続いてはクリエイティブチームが制作したオープニング CG に関する問題。The Rampage ガチ TV。 かっけえ。これもいいな。恥ずかしい。 The Rampage ガチ TV。
最後のロゴの部分にリキアとタカヒデでザ・ランページガチ TV と吹き込みましたが、実際に配信で使われているのはどちらの声でしょう？いつき、お答えください。いい作や。どう考えてもリキアさんじゃないですか。確かに。正解は、The Rampage ガチ TV。 正解はリキアの声でした。かっこいい。続いて今年7月に配信されたジンジン来ましたか？から出題。割り箸を加えると前屈の記録が伸びるかどうかを検証する際。まあまあ割り箸を加えながら。これどうなんだろうね、割り箸加えてない。そうじゃない。普通横だろ。何やってんの。心配になるわ。お兄ちゃんや。あーこれ覚えるわ。本社みたいな。これ覚える。なんだっけ、なんだろう。え、長くない。割り箸を横ではなく縦に加える高秀に対し、海星が放った一言は何でしょう？リキア、お答えください。これ何になる、わかんない。心配になるわ。もう一回学校行きなお前みたいな。ああ、いいそういいそう。正解は、何やってんのお前。心配になるわ。どうやって行ってきてよ。心配になる。言い過ぎ。言い過ぎだろ。割り箸加え間違えただけで。どうやって生きてきてんお前は。生き方を考えさせられる。生き方を否定された。続いてもジンジン来ましたかからの問題。現場にいない会話むずいですね。ダジャレが受けないとよく寒いと表現しますよね。しますが、実際に体温を下げる効果があるんじゃないか、それを検証してほしいという。翔平がカズマに対しギャグを披露し、実際に体温が下がるのか検証。お口がフィギュアスケーター。無理無理無理。分かった分かった分かった。ここで問題。翔平のギャグでカズマの体温は上がったのか下がったのか、どちらでしょう？たくま、お答えください。また二択や。まあ逆に上がったんじゃないですか。正解は、お口がフィギュアスケーター。何回も外れてた。2回目ちょっと面白かった。口がフィギュアスケーター。あ、やってるし。川村さん、上がってしまいました。上がってしまいましたね。正解は、体温は上がったでした。ちゃんと受けた。なんだこれ。本当は下がらない。本当は下がらなきゃいけないんです。上がっちゃった。続いて今年3月に配信されたルート B ご褒美企画、ルパンの脱出ゲームから出題。ちょっと一回人通り奥まで見てみて。でしょ。入り組んでる。かわいい。なんかかわいい。ちょっと待って。うわ、しゃべりしゃべり。怖い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 。うわ怖い。結構ね、名俳優だった。タック、タックいつもの出てるよ。めっちゃ迫ってきようよな、翔平が。誰かいるのかと聞かれた翔平は、なんと答えたのでしょうか。山翔、お答えください。ここ、誰かいるのかって言われて、ジンさんいますよとか。あー、いいぞ。正解は、差し出す。誰もいない。誰もいない。正解は、誰もいないでした。無理だろ。言っちゃうから。当たんねえだろ。答えちゃうんだよ。誰もいない。あの KB もどう反応していいのかわからへん。続いては、今年5月に配信された
正午のアナウンサー入門からの出題。結構出てるよね。ほぼいる。出席率がすごい。4人は日テレ学院で村山学院長からさまざまなアナウンス技術を習得。あの翔平さん、日本語のアクセントってどうやってつけるんだ。日本語のアクセントってどうやってつけるんだ。村山学院長からの質問に対し翔平は何と答えたでしょう。日本語のアクセント。リク、お答えください。でも短かったから知りませんって素直に言った。確かにちょっと振ってたし、ね、顔。正解は、あの翔平さん、日本語のアクセントってどうやってつけるんだ。知りません。おお、100点。知りません。いい声だな。正解は知りませんでした。すごい。すごい。正直なんだ。翔平が問題になること多いね。同じく正午のアナウンサー入門からの出題。うわあ。うわ、難しい。近い近いで誓いを立て、違う誓いを誓う。合ってます。近い近いで誓いを立てて、違う誓いを誓う。そう、うん、合ってる。合ってますよ。近い誓いで誓いを立てて、違う誓いを誓う。そう、近い近いで誓いを立てて、違う誓いを誓う。そう。おー、これは覚えてる。これはこの時記憶に当たって、山翔は自分が出されたお題に対して何と言ったでしょうか。ケンタ、お答えください。見てるやろ、ケンタは絶対。当たったってことに対して合ってるじゃろって言った。そんな笑顔でそんな方言でね。めちゃくちゃ厳しい。近い誓いで誓いを立てて、違う誓いを誓う。そう、なんで僕らちょっとラップっぽいんですかね。確かにラップっぽい。正解は、リバーブはかけなくていいです。なんで僕のラップっぽいんですか。でした。続いての問題は、今年3月に配信されたゴルフプロジェクトからの出題。ちなみにどうしてこの企画に参加してくれたんですかね。それぞれがゴルフプロジェクトへの参加の動機を答える中、じいさんは、僕はもう、あ、これ覚えてる。潔い。潔い。じいさん、僕はもうゴルフプロジェクトに参加する理由を、ジンは何と答えたでしょうか。なんだろう。リュウ、お答えください。なんだろう。ただ遊びたかっただけとか。おい。正解は、じいさんは、僕はもう接待ですよね。接待か。接待ですよね。いや、なんかやらした全開で言っちゃったんだよね。ゴルフで接待ってリアルだな。これ覚えてるの。接待。同じくゴルフプロジェクトからの出題。5人が個人練習を行う中、海星にアクシデントが。この後、海星が起こしたアクシデントとは何でしょう。翔吾、お答えください。いや、これは簡単だ。アクシデントでしょ。ちょっと分かんないけど、これを地面にバーンってぶつけちゃって、いてててててみたいになったとか。正解は、どこ行った。なんで折れたの。うわ、ないじゃん。ヘッド折っちゃった。ヘッド折っちゃった。やばい、だそんなすぐ折れんの。折っちゃった。折れんの、はい、パワーエグすぎる。地面は打ってはいけません。すいません。あ、地面打ったんだ。正解は、地面を叩いてドライバーの変化を折ったでした。スマートに折るね。惜しい。覚えてるな。続いての問題は、ルート B の慰安旅行優勝記念ご褒美企画からの出題。あわ。
5人は囚人となり、脱出ゲームのルールをジンが説明しているさなかで、まあ誰が一番おお、お前たちが今日のさお前たちが今日のトップチャレンジングだ。なんか覚えてるんだけど言ってたわ。突然乱入した刑務官に対し、翔平が放った一言は何でしょう。カズマ、お答えください。あれで来られたらもう返すしかない。だったらどうするって言うんだ正解は誰が一番おお、お前たちが今日の投獄される主人のかお前は誰だますね、もう続いて今年2月に配信された催眠術企画から出題。でかっ。十文字玄斎さんを迎え6人のメンバーがさまざまな催眠術にバンバンと引っかかっていく中やばいですね、これやばい。はい、ザランページですね。はい、ザランページっておっしゃって。ザランページ。もう一回。ザランページ。もう一回。ザランページ。もう一回。ザランページ。こっち見て。はい、言って。ザランページ。声もらった。びっくりした。かわいい。かわいい。びっくりしてる。いやいや、ちょっと笑って。ちょっと笑って。やばい。戻しましょうね。戻しましょうね。マルディスクルトもなんかもうやばいもん。ザランちゃん。マジで。これ本当に心臓取られたみたい。ですよね。え、すご。あ、え、怖い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 。え、かかってます。どうしたの？え、あ、自分を取られた感覚なのね。本人は何とかしてますか？あ、自分を取られた感覚なのね。本人は何とかしてますか？これマジなんだって。高秀にかけた催眠が関係ない山椒にまでかかってしまうこの現象を何という。いや超ツッコまって思ったら何も出なかった。対戦、お答えください。これも結構分かりやすいかも。分かりやすいかも。ミラーリングとか正解は自分を取られた感覚なのね。こういうの何ていうか知ってますか？もらい催眠。マジで？ね、そう、人がなってるのを見て面白いとか興味が津々だったらそうなるんです。え、本当に正解はもらい催眠でした。山椒さんやばい。もらい催眠、声帯が機能しない感じです続いてはルート B の気配斬り代表決定戦からの出題。一度叩かれアウトになったジン。 この後ジンの身に何が起きたのでしょうか。覚えてる。これはルイ、お答えください。え、タックに叩かれて足がつったんじゃないですか多分。足くじいた。足くじいた。正解はに配信された1日ルーティーンからの出題。懐かしいな。簡単に説明すると僕がやってるゲームっていうのはのび太くんじゃん。のび太くん男の子の好きそうなやつ、こういうやつ。なんかやばい。なんかイケメンゲーム配信。たくまが1日ルーティーンの紹介でゲームをしている中、早速やっていきたいと思います。めっちゃフォロワーいそう。 OK カットしてグー。ちょっとあの専門用語みたいなたびたび出るかもしれないんですけど、ちょっとお付き合いください。オーケー、カットしていく。カットしていく。人いるよね。カットしていくしか出てないけどね。オーケー、いるよね。出てくるよね。あ、出てくる。おい、うわ、マジか。オーケー、いるよね。出てくるよね。
出てくるよね。あ、何回も使ってんだ。悪魔の独特すぎるゲーム専門用語、何と言ったでしょうか。いいね、いいね。いつき、お答えください。俺が忘れられないキルしてあげるよ。あ正解はロマンチストにね。オッケー、いるよね、出てくるよね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。おい、あー言ってるわ。はい、いらっしゃいませ。正解はいらっしゃいませでした。迎え入れちゃった。いらっしゃるんじゃない。いらっしゃいませ。臭いな。いらっしゃいませは。続いて今年4月に配信されたインビジブルラブ発売券、ランペのおうちスペシャルから出題。やったな。はい、ということでですね、あっという間の、1時間だって。もうそろそろ本当に懐かしい、はい、時間が。番組のエンディングトークにてこの日電波状況が悪かったショーゴに関する問題。ショーゴはどうでした。楽しかったですし、早く会いたくなりましたね、こうやって。間違いない、間違いないね。ラグってない状態で会いたいね、ショーゴ。そうですね、ちゃんとこう時差なく電話できる。ちゃんとこう時差なく電話できる。なんだろう。ラグったショーゴは会話できるの後、なんと言ったでしょうか。わかりそうでわかんない。まこと、お答えください。なんだっけ。時差なく会話できる。難しい。会話できる機会が欲しい。正解は、まあ、普通ならそうだ。ちゃんとこう時差なく会話できる喜びを知りました。喜びを知りました。正解は、喜びを知りました。家で爆笑したもんな、マジで。この瞬間以上、答えて当たり前ガチ TV クイズでした。いや面白かった。見応えあるわ。面白い。いや面白い、いろいろありましたけれども、まず なんだろうな、あの高いでのさ、やっぱ割り箸縦に加えてるのが衝撃的すぎて、カイセのあの言葉が出たんですよね。どうやって生きてきたお前は。なんかね、前にこうやって加えるとなんか伸びるかなみたいな感じだったんですけど、よし、次行きましょうか。はい。すごいね。力也さんの歯も最高でしたね。あのまとい突発的に出た。突発的に一文字であんなに強烈なんだ。その説はすいませんでした。いや結構リアルヒヤッとしました。あ、言い過ぎたかもしれない。みんなバトルしてたから。まこっちゃんのさ、あの僕に対する答え、あ、鼻息荒いなのやつ、まこっちゃん気持ち悪いですよ。まこっちゃんが見た感じで感想で受け取ってもいいの。いや違います、本心じゃないです。ああ、これはなんか言ってそうだなと思って、僕もあの時ちょっと思ったんですよ。あ あ, 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 あじゃない。今度ちょっと差しで飯で行こうよ。お、タイマン、タイマン、ちょっと話して最近このくだりやるんですよね。正午のあの家のね、家での喜びを知れました。オートチューンの先駆け。そうそうそう。しかもうまいことそこの部分だけラグったんですよ、その時。最後の最後で電波が味方してくれました。最近は家の電波状況どうなんですか。最近、あ、Wi-Fi 変えたんですよ。おお、 Wi-Fi 変えまして、で携帯もついにもう新しいの予約しました。なので、あのもう次もし何かあってもラグなしでいけると思います。あ、期待ですね。ラグ2やったっけ、何やったっけ。ラグ2、ラグ2、ラグ2、ルイさんと、ルイと、はい、2台と、はい、置いたかれんじゃないですか。北極にいるみたいな。そうそうそう。いやでも俺めっちゃ今めっちゃ電波いいんで。いやは怖い。その話じゃなかったの。いや、そうそうですよ。これでさ、みんなの顔ぼやけてるからちゃんと話してるかもないしさ。思ってる思ってる。遠いしさ、年内出し切った方がいいやん。出し切った方がいい、出し切った方がいい、出した方がいい、出した方がいい。ケンタ、ケンタめっちゃ笑ってるよ。ありがとう、笑ってくれてる。やばい、キモすぎる。タックン、タックンゲーム実況可愛かった。タックン、いらっしゃいます。いらっしゃいます。普段からあの感じで言ってんの。
普段でも結構独り言多くて、一人になると、うん、なんかもうずっと喋ってるんですけど、うん、特にゲームやるときはもうなんかその目の前の状況全部口に言うんですよ。おそれでこう待ってて出てきたら、あ、いらっしゃいませってこう俺なんか俺だけじゃないかもしれないけどちょっとイラッときちゃう若干ね。え、タック目悪いっけ？いや、あれブルーライトもちょっとカットしていいですか？ちゃんとね、ブルーライトもちゃんとカットしていい？同じじゃん、マジカットしてね、ブルーライトも。今週はここまで。いや結構いろんなねクイズありまして、はい、いろんな企画を改めてちょっとね振り返ってきましたけれども、次週ですね、最優秀賞をガッシー TV の、決めたいなと思うので、皆様ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということでまた来週、バーイ。次週のガチ TV は最優秀賞を決める後半戦。ちょっと考えて、この1年間で最もガチ TV を盛り上げたシーンは、強すぎだよ。さらに明日発売、毎日人人人雑学カレンダーに CL カメラが潜入。世界的フォトグラファーのレスリー・キーさんを迎え、写真集のような豪華な仕上がりに。まあ、今回人人雑学の日めくりカレンダーということで、なんかまあ毎日こうめくっていって、まあこう日々変わる何ですかね、時間をこうなんか雑学とともにクスッと楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひ皆さんチェックしてください。密着の様子は次週配信。